ははい皆さんこんこにちは村長です今日はスタジオワンのプラグインをよりうまく整理していくような方法をご説明したいと思います。整理といえばですね僕のようにもう整理がとっても下手くそなこういう人が説明をするというのもすごく気が引けるんですけれども皆さんの整理方法はどんな感じでしょうか 僕の場合スタジオワンを立ち上げるときにプラグインを読み込みますがこんなことは自慢ができないですけれども個読み込み込といううふにもなります。そのぐらいたくさんあるんですね。そういう中で自分の好きなプラグインは右クリックをしてお気に入りというのに登録しておけば画面上部の4つのメニューがあるんですがその中にお気に入りというのがあって そこにに登録されるるようになるんですねでもこのお気に入りもめちゃめちゃ多くなりすぎましてもう収集がつかないようになっているというのが実際のところなんですねですからこれをどんどん整理したいので今日はまず2つの便利な方法をお説明したいと思います。村長ミュージジックスタジオ まず一つ目の整理術で、自分なりのホルダーを作っていくという整理の仕方です。画面上部のところにベンダーというのがありまして、このように開発元別にプラグインが収納されていまして、その中身を見るとこのようにプラグインが入っています。そしてホルダー分けになってるんですけれども、見ていただいた通り、かなりたくさんのホルダーで、 どこにどういうふうに入っているのかそれが全く分かりませんそんな時画面上部のところをフォルダーというのにしてフォルダーごとに整理をするという方法がありますこのようにフォルダーがたくさんありましてフォルダーが切れるところここですねフォルダーじゃなくなるところがありますそこまで行った時にそこでクリックをしまして 新規ホルダーというのを作りますこの時、ホルダー名をなるべく先頭に来させるために、半角のアンダースコアを入力します。シフトキーと、かなで言えばローのキーですね。そこで、自分のプラグインなど、そういう名前を付けます。 そして OK を押しますとこのように自分のプラグインというホルダーが作られました上にアンダーバー村長というのは僕がテストに作ったものですそしてこのように作りますとどんどん階層を深くできます右クリックしましてまた新規ホルダーを作ります今度はギターやベースなど分けたければ分ければいいし例えばイコライダー プラグインというのは英語表記が多いですのでイコライザーというようなカタカナの方が目立ちやすいかもわかりませんそして OK を押しますとこのホルダーの中にイコライダーというのが出ました今階層表示されていない理由というのがありまして右の方でここをクリックしますと このようにアイコンが変わります。このように階層表示ができていないときは、この右端の3本線みたいなところを押したりすると、表示がこのように変わりますので、もし出ていないときは、そこをチェックしてみてください。このようにしながら、もう一つ作ってみましょう。ここで新規ホルダーをします。じゃあ、マスタリング用ということで作ってみます。 はい、OK をしますとこのように「イコライダーマスタリング」という風に自分が好きなだけホルダーを作っていけます階層もあまり深くすれば逆に不便かも分かりませんがこのようにどんどん作成していけるわけですではイコライダーをこの中に入れてみましょう基本的にはプラグインをインストールした時に分類分けがされています イコライダーを探したいと思いましたら、ここで今 EQ というのがあります。これを広げてみましょう。そしたら基本的なイコライダーはすべてここに入っています。僕がよく使います BX のデジタル V3 というのがあります。はい、これですね。このプラグインを選択しまして、自分のイコライダーのホルダーまで、 持って上がりますこういうことですねはい。そうしましたらここのイコライザーのホルダーにこのようにプラグインが入りましたこうやって分類すると一つだけ気をつけておかないといけないのが元のこの EQ のホルダーからはなくなるということです不便なようにも思いますが 慣れれば自分のイコライザーを探せばいいだけですのでこのようにしましてどん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 入れていくのがいいでしょうマスターリングの場合はこのような形でオゾンとかこういうのがありますこれも上げてみましょうはいそしたら実際プラグインを使うときは 自分のプラグインというところを開いて、そしてオゾンを選んで、そしてここにインサートしていく。はい。このように使うと整理が楽です。ここまでたくさんになりすぎると分類が大変ですので、皆さん早いうちに整理をしておくと良いでしょう。そして2番目の 便利な整理術をお教えしますわかりやすいようにすべて折りたたたんでおきましたそしたら DAW にはほとんどそういう機能はあると思うんですけれども FX チェーンといいましてプラグインをいくつか重ねて例えばギター用とかこの種類のものをトラックに挿すと1個だけじゃなくオゾンの後に 2つ入りましたこんなことすることはないと思いますがいくつか挿してみましょうはいこのように FX チェーンというのは2つ以上の FX をチェーンしてこのように素早くできるような機能のことです自分でこのように FX チェーンを作ったとします青いトラックの方でやってみますすると「インサートというところに 小さな三角があります。この小さな三角を選択しまして、FX チェーンを保存というのがあります。この FX チェーンを保存というのをやれば、このような形で表示できます。本来は自分で分類分けをしたいわけですけれども、それは次の段階にしまして、これを、まあ、例えばギター用としましょう。 そうしましたらこの右側にギター用というものができましたそして今何もホルダーはできていませんこれを便利にホルダーを作ったりするのはどうしたらいいんでしょうここでエクスプローラーに表示としましたらこのようにエクスプローラーにもしくは Mac の場合でしたらファインダーのホルダーに これが入っていることがわかります。そして、ここは自分がデータ用に作ってある。僕の場合はこの基本データ格納というところが僕のデータホルダーなんですけれども、そこの中のプリセットの中のプレソーナスの中の FX チェーンというところに入ります。Mac でも少し階層の呼び方は違いますが、このようなところに入って、 そして、ファインダーに表示というのを選べば、ここに表示が出てくるようになります。そうしましたら、これをホルダーで管理すればいいわけです。この FX チェーンのところにホルダーを作りまして、その中に入れてみましょう。例えば、新規のホルダーを作成しまして、自分の FX チェーンという名前にします。はい。 このようにしてホルダーを作りまして、そしてこのギター用というのをこの中に入れたりしながら、ここでホルダーを階層化していくことにより、またこの FX チェーン自身も階層を作っていくことができます。そうすれば、まだここにホルダーに入っていないギター用というのがありますが、ここで どこででもいいですので、再読み込みというのをします。はい。そうしましたら、ここに自分の FX チェーンとなって、その中にギター用というのができています。そして、ここで、例えば新規のトラックを作りまして、そしてこの水色の トラックにギター用というのを入れるとするとはい便利ですよねこのように1234つのものが一気に入れられるようになりました FX チェーンなどは容量が大きくないので C ドライブや Mac で言えばシステムドライブに入れていってもさほどい ハードディスクの負担はありません。削除をしましたら、ここで見ましたように、勝手に、とってもパソコンに苦手な方とかには、このホルダーというのがややこしく、スタジオワンだけで管理できなくって、このようにして、右クリックをして、エクスプローラーに表示という機能で、エクスプローラーや、 ファインダーと一緒になって操作しますので PC に詳しくない方はなかなか覚えきれないと思いますがやってることはそんなに複雑ではありません少し慣れてくるとそんなに難しいことではありませんので、えー、皆さん先にですねこの FX チェーンのこのホルダーに自分のチェーンという中で どういうふうな分類分けをするのかこの中にもっとホルダーを作ってベース用ギター用そしてマスタリング用とかいうふうに作っておくのならまず先にホルダーをたくさん作っておくというのも一つのやり方ではあります。でも一つ気をつけないといけないのはプラグインが入っていなかったら。 それが出てきませんのでここにホルダーをピアノ用というのを作りますそしてホルダーの中に何かを入れておくことですそういう時はここでコピーをしてそしてこの中にも貼り付けをしておきますいわゆるこれはダミーの FX チェーンです 例えば先ほどはギター用というのは作っていませんでしたのでここでまた新規にこのように作りましてそしてこれをこの中に入れておくとはいこのようにまず作っておくというのも一つです。 こうやってもう入れましたら、コピーをして、そしてまた貼り付けをする。またもう一つも作っておきます。貼り付けします。このようにどんどん作って、名前だけを変えるといいでしょう。 マスター用を作りましたそしてこの名前は EQ とでもしておきましょうはい、このようにできましたそしたらここで もう一度、先ほどもやりましたように再読み込み込を実行します。そうしましたら FX チェーンがこのように自分のチェーンというのができましてその中にこのように EQ ギター用ピアノ用マスター用とかこういうホルダー管理ができましてその中に プラグインが入っています。ただし、これは今のところはダミーです。ダミーは後でいくつか作った後に、そしてそれらを削除しましょう。そして、ここで新たなトラックができて、一つのパターンができましたら、ここから FX チェーンを保存としまして、そしてサブホルダーというのに、このように 自分のチェーンの中の EQ とかというふうにこう出てきます。ですからこれあまり長い名前をつけるのはよくないですよね。そして自分のチェーンの EQ というところを選択して名前を EQ パターン1。 こんな名前にでもして OK をします。すると、この EQ の中に EQ パターン1というのができました。今回2番目に説明した FX チェーンについては、わからないときは何度も繰り返し見直してもらう方が理解できると思います。また、どうしてもわかりにくいことがありましたら、 YouTube のコメント欄なんかにもご質問なども書いていただいたらできる範囲で対応もします。また僕の方は DTM レッスンなどもさせていただいています。さらに早く便利にスタジオワンを使いこなしたいという方がおりましたらご相談をお受けします。チャンネル登録などもよろしくお願いします。村長でした。